株式会社牛銀本店は、三重県松阪市魚町にあるすき焼き料理店をおよび、同店を営む、株式会社。店名の牛銀は創業者の小林金蔵の名に、由来し、松阪市内には、和田金、亀やタイヤ旅館など、縁起のいい屋号の松阪牛料理店が立ち並ぶ。中でも牛銀本店と和田金は、松阪市を代表する、老舗牛肉店である。 初代の小林銀蔵が1902年に生肉店牛銀として開業した。銀蔵は1880年に松坂近郊で農家の三男として生まれたが、町で商売をしたいと一年発起して単身東京へ上り、当時流行し始めていた牛肉に目をつけ、浅草の肉料理店、米久しに弟子入りした。厳しい修行を乗り越えて松坂に帰郷した銀蔵が、 若干22歳で開いた店が牛銀であった。開店当時はまだ珍しかった牛肉を部位ごとに切り分け、きれいに店頭に並べる販売方法で顧客の関心を集めた。また牛の皮膚技術も習得していた銀蔵は松坂近郊の農家に東京でも通用する牛をと声をかけ、その技術を伝授した。 肥育技術を身につけた農家が良質の牛を生産すると銀蔵は高値で買い上げたので農家の意欲向上にもつながったという。その後牛鍋と牛飯1000五輪ののれんを掲げた牛肉料理店を精肉店に併設し松阪の牛肉食文化の端緒を開いた。現代ではすき焼きは日本料理と認識されているが 大正時代の牛銀は、生をご料理と看板に掲げていた。この頃から昭和初期にかけて、伊勢神宮の三宮客が多く来店し、中には、政財界の要人や作家らの姿もあった。来店した著名人は、雑誌などで、その美味を語り、牛銀や松阪牛の名を世に広めることとなった。同じく昭和初期に現代まで継承している店舗が、建築された。 1967年、松坂牛を安く提供しようと、洋食屋牛人を開店した。1999年3月7日、松坂肉牛活性化協議会が、美味しさ再発見松坂肉牛と題したイベントを、開き、島観光ホテルの高橋忠幸総料理長の、公演の後、試食交流会が、牛人本店や和田金などで開かれた。 2004年の松坂肉牛共振会では、優秀賞2席になった牛を200から600万円が、相場のところ、1631万1000円という、高値で落札した。2013年には、松坂市内の農家が飼育した、松坂牛が、牛銀本店に購入され、すき焼きとして供されるまでを追った、本、すき焼きすき焼きがグルマン世界料理本大賞で、 単独テーマ部門のグランプリを獲得した。2014年、創業者のひ孫である小林孝二が社長に就任2016年10月23日に牛銀本店4代目を継承した。孝二は中学時代のあだ名が牛銀であったといい、高校卒業後に東京の鉄板焼き店で10年修行を積み、1999年に 牛銀本店に入社した。松坂城の城下町、伊勢山宮街道のそばにある、うなつの上がる瓦屋根、黒壁の土蔵などが立ち並ぶ魚町通りに立地する。以下の3店舗はいずれも魚町通りにある。三重県外からの出店打診もあるが、広げすぎると倒れるとの考えから、すべて断っている。牛銀本店は、肉は美味しくて当たり前と考えており、その先にある。 客が望むサービスの提供を重視する。その一環として、法日外国人客への対応として、メニューへの英語表記を2015年から導入し、客の生の声を聞くために四代目店主自ら、下足番を務めることもある。また玄関に経営姿勢を示した、青柳郎の文字を掲げる。柳のように頭を低くして、人と接する、という意味が込められている。 昭和初期に建築された木造2階建て純和風建築の旅館を改装したものを店舗としている。周囲の景観と調和しており、来客からは城下町の風情にふさわしいと評価されている。玄関を入ってすぐのところに初代銀蔵の時代から継承する牛肉おろし問屋の字が書かれた看板を置いている。注文は2人以上から受け付けている。 牛銀本店のすき焼きは割り下を用いず、牛脂を溶かした鍋に牛肉を乗せ、砂糖と醤油でさっと味付けして、溶き卵をつけて食べる関西風である。野菜と肉は別々に焼き、野菜は蜜葉、えのきだけ、玉ねぎなどで豆腐もつく。使う牛肉は、生肉後、約2週間寝かせた熟成肉で、牛銀本店は肉に赤い色が残っているうちに、 食すのが最良としている。味付けの方法は創業当時から変わっていない。すき焼きの甘い味が苦手な客向けに、薄口醤油と胡椒で味付けする、塩チリというオリジナルメニュー、厚めに切った肉をごま誰かポン酢をつけて食べる、水炊きもある。この他、網焼きと称する、炭火で焼く焼肉も用意しており、名物となっている。網焼きは、ヒレ肉を使い、 肉の風味を残すために軽く焼く。つけだれは自家製ポン酢である。生肉店として創業したことから、生肉部として牛肉の店頭販売を本店一回で行っており、すき焼肉のほかしぐれに、そぼろ煮などの加工品も取り扱う。二代目の小林金之助は、出羽の海部屋に入門した力士であった縁から、毎年春に開催される神宮法の大相撲の際には、 ではの海部屋の力士が来店する。また小説家の清水義則は、夫婦で、牛銀本店へ行き、そこで食べた網焼きのうまさが、今も忘れられないと知るし、児童文学作家の村上志子以降は、牛銀本店で執筆を行っていた。本店に隣接して立ち、店名の通り洋食を提供している。本店は、高級店であるのに対し、洋食や牛銀では昔懐かしい洋食を、 比較的低価格で提供するというコンセプトで運営している。ステーキ、オムライス、ハヤシライス、ハンバーグ、焼肉定食、牛丼など約40種類のメニューがあり、すべてのメニューに松阪牛を使用している。牛丼は、カツオ、みりん、醤油をベースとする出汁で牛肉、玉ねぎネギをさっと煮込み、卵とじにした丼物である。1997年4月に、 元織の利なの門人であった塚直美の屋敷跡に開店した和風喫茶店でお休み所と位置づけていた諸藩の事情により休業中である1996年に牛銀の近所で売りに出されたこの物件を派手なものができたら町が死んでしまうという思いであてもなく買い取ったのが最初で松坂市立歴史民族資料館長の田畑美穂に 相談して、お休み書としたものである。芋けんぴなどの駄菓子と番茶がセットになった、番茶セットなどのメニューがあった。店の入り口には、矢部内里氏が制作したブロンズ像、駅霊道寺があり、庭や2階にも、矢部内の作品を設置していた。これは矢部内が1986年に、松坂青年会議所の開催した、松坂彫刻シンポジウムに参加した際に、 牛銀本店の三代目と知り合ったことがきっかけであった。営業当時は二階の矢部内作品のギャラリーを無料で観覧できたほか写真店の会場として利用された。牛銀本店は魚町の老舗として魚町を愛する者の一人として地域活性化に取り組んでいる。先日の牛銀番茶店の運営もその一環であった。三代目店主の時代に 東海道新幹線新横浜駅の上り線側通路に広告看板を出していたことがある。これは、誘客目的の宣言のためというよりは、松坂から上京する人へ向けて、エールを送る意図があったのではないかと4代目は、推測している。1981年、牛銀本店3代目は、松坂青年会議所メンバーの呼びかけに応じて、地域活性化団体、 愛の会に創立メンバーとして参加し、1983年に愛の会の力添えで松坂木綿振興会を立ち上げ、松坂木綿の復活に取り組んだ。また、魚町一の会を結成し、松坂商人の町の風情を色濃く残す魚町の町づくりに取り組んでいる。1996年に奇襲藩のおまみ石であった小泉家住宅を購入し、 窓井の館、ミアンとして整備、一般公開した。牛銀本店は地域おこしを意図して小泉家住宅を買い取り、2000年末に名古屋テレビの番組、町の小さな博物館の撮影のために市民が持ち寄った品々をここに集めたことが一般公開のきっかけとなった。一般公開後は展覧会場や講座会場に利用されてきた。 2017年にミアンの名で日本国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。